日家パークタウンは兵庫県加古川市加古川町にある複合型ショッピングセンター。日家こと日本家折が運営に参画しているショッピングセンターの一つ。さら地にされた加古川事業所もともとこの地に加古川事業所を有していた日本家折は繊維部門の事業縮小に伴い事業所を閉鎖。1976年3月の閉鎖決定後、この跡地を有給地として活用しようと、 1978年2月に、加古川商工会議所が中心となって、加古川駅前再開発案がまとめられた中で、計画が立案された。翌1979年2月には、工場跡の東半分である4万1542平方メートルを開発する計画案が、加古川商工会議所に提示された。地元の商店街との調整などにより計画が先延ばしにされていたものの、 1982年4月には大筋で合意が成立。その後大規模小売店舗法に基づく手続き、10ヶ月の工事期間を経て、1984年2月8日に大英を各店舗とした64の専門店とスポーツ施設などを用して開業した。しかし1990年代から周辺地域に多数の商業施設が乱立し、 県内有数の激戦区となった結果、集客力が徐々に低下。対抗策として残っていた西側の区画にも拡大し、1997年にリックホームセンターや大型ボーリング場、ニッケパークボールが営業を開始。本館西側の一帯はリバーサイドゾーンと名付けられた。2002年12月末には各店舗の大英が経営再建のために閉店し、 新たな各店舗の誘致を迫られた。日本ケオリは、この時点で、まだ計画段階だった、施設全体の改装計画。翌2003年3月には、本館の2階に緑殿下が、同5月30日には1階に、コープ、神戸、ザダイソー、アルカドラックなどが入居した。2004年11月にも、店舗全体が改装、増築され、本館の専門店街に、 ニッケレポスという名称が付けられた。2016年6月26日で本館が改装のため一時休業。リバーサイドゾーンなど一部店舗は営業継続。2016年9月11日でリバーサイドゾーンのホームセンター代機が閉店。2016年10月21日店舗全体が改装、増築オープン。2017年9月リバーサイド館。 レンガ館がそれぞれミーツテラス6番倉庫として改装オープン。店名看板カラオケレンガ館、日系パークタウン店内すべての店舗の一覧は公式サイトのフロアガイドを参照のこと。ショッピングセンターだけでなくスポーツの体験施設も運営している。いずれも他の各施設とは過去側と JR 神戸線の線路を挟んだ北西に位置する。過去側の商工業の 歴史行政指導型南部開発。加古川商工会議所。2014年6月8日閲覧。AB、日本家オリ100年史日本家より、1997年。大英加古川店12月末で閉店するが、専門店ゾーンは、テナント64店舗で営業継続。大半特報。ABC、大英加古川店後へ。 出店1回コープ神戸大蔵ドラッグストアなど2回緑、電下兵庫県加古川市。大半特報。コープニッケパークタウン5月30日オープン。兵庫県加古川市。大半特報。ありがとうございます。